100系車内と佐電気鉄道100系電車は、都佐電交通が都佐電気鉄道時代の2002年にアルナ後期で製造された路面電車車両。愛称はハートラム。2014年10月1日付で都佐電気鉄道が高知県交通、都佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社と佐電交通による運営に移行したのに、伴い、 土砂電気鉄道から土砂電交通に承継された。なお、100型を称す車両はこれ以前にもあり、呉市交通局より購入した初代100系、琴平三宮電鉄より購入した2代目100型がある。アルナ工期及び同社の事業を継承したアルナ車両が開発、製造するリトルダンサーの L タイプで3車体連接の超低床電車である。 両端の車両の台車を運転室真下まで寄せることによって、車内通路の低床化を実現した。土砂電鉄の車両に更新時期を迎える車両が多い、ことから試験的に一編成のみ導入したもので、導入にあたっては、国、高知県、高知市、南国市、阿川郡の町の補助を受けて約1億9千万円で購入した。運転開始当初は、 車掌が乗務していたが、現在は運転手のみのワンマン運転である。2007年10月から赤を基調とした近森病院の全面広告電車となった。統計式では初めての全面広告である。その後、スポンサーはそのまま水色を基調としたラッピングに変わり、2016年12月に登場時のカラーリングに戻った。なお、 製造費が高価であることに加えて、土砂電鉄の財政難のため、増備の目途は立っていなかったが、土砂電鉄が土砂電交通になって4年後の2018年に3000型が統計列以来16年ぶりに増備された。70%低床車に類似した3車体連接の車両で運転台のある A 車、B 車と中間車両の C 車の3両で構成される。 A 社、B 社の車体長は 6590mm であるが C 社は 3580mm と短くなっている。それまで海外で導入されていた同様の車両では中間車両の付随台車を独立車輪としていたが本形式ではいずれの車両もボギー台車を採用し A 社、B 社はインダイレクトマウント方式の台車、C 社は ボルスタレス台車としている。外観はホワイトを基調として、太平洋をイメージしたマリングリーンを車体下部及び窓部に配している。全面を曲線で構成することで直線で構成されている在来車両との差別化により、イメージアップを図るとともに、運転台からの視界確保に努めた。また、運転台付近の側面部には、広報監視用のカメラが設置されている。 車内は壁面をアイボリー、座席をマリングリーンとし、側窓には UV カット、熱線吸収ガラスが使用されている。座席は A 社がロングシートのみ、B 社がロングシートクロスシートと車椅子スペースで構成され、中間の C 社はクロスシートのみである。床面高さを A 社、 B 社の低勝部は 350mm、C 社は 480mm としてその間をスロープでつなぐとともに上高部高さを 330mm として、電停との段差を解消した。また、最小通路幅は 810mm としたことで、交通バリアフリー法のガイドラインで望ましいとされる 800mm を狂気で初めて実現した。なお、一部高い床部も、 客室スペースとして使用している。制御装置は VVVF インバータ制御電車である。主電動機は A 車に1機、B 車に2機設置されている。低床式で床下にスペースがないため主要な機器は屋根状に集約されている。終電装置はシングルアーム式パンダグラフとした。音声合成放送装置は登場当初2 0 0 0系2 0 0 1と同じ末した電気製を 装備していたが、2003年に300系、7型、外国電車を除く旅客車全車の車内放送装置が、4トラックテープ式から、ネプチューン製の音声合成装置に交換された際に、2001ともに、ネプチューン製に交換された。定期検査のためおよそ5日ごとに運休する。ありがとうございます。